デーモンシステムはデュイットデーモン博士が開発した強制歯科治療に用いるローォースローフリクション装置のこと、オウムコより発売されている。セルフライゲーティングブラケットを用いる強制方法であるローォースローフリクション装置の中では最も知名度が高く代表的なシステムである。1996年にデーモンブラケットが発売され、 改良版であるデーモン2ブラケットが発売された際、アメリカで一大ブームを起こした。2004年にデーモン3ブラケットが、2007年にデーモン 3MX ブラケットが発売された。また2009年にはデーモン Q が発売された。デーモン Q ではブラケットに仕込まれているトルクチの幅が大きくなり、ブラケットサイズが小型化、シャッターの開閉の勘弁化など改良された一方、 従来のデーモンに、デーモン3、デーモン3 m x との互換性がなくなるなど、メジャーバージョンアップとなっている。デーモン3の発売を受けでデーモンにまでのバージョンは2007年までに製造が中止されている。2010年5月に、第6世代のデーモンクリアがアメリカ共生歯科学会で発表され、2010年8月日本でも発売が開始された。2012年2月には、 下顎もクリアブラケットに対応したデーモンクリア2が発売を開始した。治療実績も順調に伸びており、デーモンシステムで治療を受けた患者数は全世界で2006年に100万人、2008年には300万人を超えている。ありがとうございます。